I like that. Music bit. FMO からお送りしていますミュージックビット。さあ今日この時間はですね、なんとスタジオに大河俳優をお迎えいたしました。女城主直虎から山賊役真壁刀義さんです。どうもよろしく。新日本プロレス真壁刀義だ。よろしくお願いいたします。だから遠藤ちゃん、はい、僕ね違うんだよね、うんうんうん、違う、俺のカテゴリー違うんだよね。違いましたっけ。俺ね大河俳優じゃない、大河レスラーね。タイガレスラー。そう、あのね、プロレスの世界ね、今までなかった新境地、タイガレスラー。タイガレスラー。そう、俺もね、どの区分か全然わかんないんだけど、それとりあえず言い切ろうかなと思って。あ、なるほどなるほど。そうそうそう。今まででもなかった。ないでしょ。感じですよね。いやー、最高に嬉しいよね。これかと我々としては、真壁さんが俺にしかできないことがあるからというね、コメントがありましたけれども。はい。で、先週の放送で、はいはい、登場されておりました。うん。まあ、盗賊団非常に個性が揃いですけど、あの出番が多くて嬉しかったね。と俺調子に乗っちゃうけどいいのって思ったよね。本当にノリノリで撮影に、いやいや本当本当望めた感じですか。本当に良かったよね。役作りとかって実際どんな感じだったんですか。役作りっていう役作りないんだよね。はい。他の演者さんたちはさ、もう俺なんか足元に及ばないくらいさ、バリバリの役者さんなんだよね、うん、だから俺20年プロレスやってる。で彼らは20年とかそれ近いぐらいなの。役者の仕事ずっとやってるじゃん、はい、じゃあ追いつくかって追いつくわけないでしょ。いやだったらいつも俺はね、うん、後輩たちにはおいお前らよ、プロレスってここなんだよって。ハートですね。そう、それと同じね、うん、役者さんの仕事は俺こっちだと思うんだよね、はい、こっちがなかったら単なる三文芝居でしかないと、うん、だからここで見せることがあの視聴者、あの画面見てる人たちに伝わるのかなと、うん、もうそれを一番最初持ってたよね、うん、だからあの力也っていう役はね、リューン島っていうさ、そのチームの力持ち、うん、用心棒なんで、はい、その右腕として柳楽優弥をさあリューン丸をどうやって持ち上げようかな、引き立てていこうかなって、それを考えた時に、あ、俺はチームリーダーじゃない、そのサブを抑えるからこそ、あの信頼されてるからこその右腕だから、うん、よーし分かった、そこで男見してやろうと思って、もうそれと同時にリューン島ね、リューン丸、はい、男にしてやろうと思ったよね。もうその気持ち、リアルな本当にその気持ちで演じさせてもらったよね、うんうんうん、あの人たちはやっぱプロ中のプロなんだよね。もうね本当に俺まごまごしたとこあるじゃんやっぱり、うん、さあお願いしますって言われても、そんなところでねやっぱ先輩たちの所作を見てるんだね。そうして、あよし俺はこれでいいんだっていう、だって飛び抜けたことができるわけないよね、そんなことだから下地も何もベースないんだからさ、うんうん、じゃあだったらこっちで見せるしかないんだよね。それパッて言ったよね、だから OK だったんだよね。いや本当に素晴らしい。そうなのよ、さすがです。そう、これはねよしこれだなと思ってからもう自分の中でもうイメージをもう膨らまし膨らまして、はい、この時はこうだな、この時はこうだなっていう感じでやったら、うん、まあとりあえずさ、いきなり監督に、あ、リケさんすいません、ここはねこうじゃないって言われて、あ、違いました予想が外れちゃったやつ、そうそう困ったあの時は、うん、だけどいろいろ考えながらも元気の気持ちと熱い気持ちを持って、そう、すごいことだと思います。いやいや、とんでもない。タイガレスラー。もうタイガレスラーね。本当ね、だから俺がやっぱりさ、俺前エンドちゃん前言ったじゃん、俺あの前からさ、その俺がテレビに出ることによって一般の視聴者がどれだけプロレスを知るか、うん、そしてそのプロレスを知った人間が、おお真壁出んならちょっと家の近く来たから見に行こうかって、うん、足を運ばせて、で俺のプロレス、他のやつらのプロレスを見せて、プロレスって面白いじゃねえかって、それで家にね何かを持って帰って、はい、明日の活力にしてもらいたい。まさに今さその動きになりつつあるんだよね。だから最高なんだよね俺としては。そしていい流れが、そう、ドミニオン 6.11、 そうなんだ、大阪城ホールがもう来週末です。そうそうそう、すごくない。やっぱりそこで見てビビッと来た方たちも当然集まってるんでしょうし、そうだ、ね、うん、ありがたいよ。さあそのドミニオンに関しましては、昨年一昨年と、はいはい、3年連続でこの大阪城ホールのね、うん、盛り上げに、うん、真壁選手には来ていただいてますけども、はいはい、本間選手がね、ああそうね、はい、うん、今年はちょっと怪我をされました。そう、はい、まあ大怪我も大怪我だよね、うん、もうあの野郎さ、本当にあの野郎、うん、あのまあ、対戦が邪道だったんだよね、はい、3対3の試合かな。それであいつがさ、あの中盤もうほぼ終盤ぐらいかな、ぐらいにさロープに足引っ掛けられてさ、まあ、逃げれない状態で DDT を食らったんだね、うん、そしたらさ
いつもだったらあいつ平気で返すのにさ、うん、動かないの。あれあれと思って、ちょっとおかしいな、おいお前いいの入っちゃったかと思ったら全然動かないから、おいどうしたって話で、もう試合が終わってさ、ね、トレーナーとかみんながバーッと入ってきた瞬間、あれこれただごとじゃねえなと思って、うん、いやでもこいつ大丈夫だろと思ったら動かないから、うん、やべえこれどうしようと思って、たらもう本当にこれ動かすな動かすなって話になって、で救急隊を呼んでね、で運んでもらったんだけど、その時にさまたおっかねえことが起きたのよ。はい、何でしょう。こけしがね、その時ね自分の体が見えたんだって。はあ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 、どういうことか分かるでしょ。いわゆる、まあ、臨死体験というか、そう、幽体離脱、幽体離脱をした。嘘だろと思って、で三途の川 見たって、あいつおめえふざけんなよこの野郎ったら、その時に近くにいたのは俺であったりとか、はい、トレーナーであったりとか、あとほらその沖縄の観客たちはね本間航路してたんだよね、うん、なんかそれかなんか誰の声か分かんないんですけど、そこでパッと戻ってきたんですって。お前おっかねえわ、あいつ死にかけてんだよな本当に。あ、ということですよね。そうだからお前よかったなと思って、本当にバカ野郎と思って、もうその時もよかったなっていう目にバカ野郎この野郎って言ったよね。ふざけんなてめえと思って、うん、心配かけやがってと思ってさ、うん、それでもやっぱ先日ねシリーズ終わった後に会いに行ったの。お、あのバカに、本間選手にバカにね、そう言ったらさ、あの野郎ニヤッと言って、おじいじいじいって言って、何言ってか分かんねえこの野郎って。そこ変わらずね、そうお前そこ変わんねえんだなって話だよね。変わってるかと思ったの本当に。ちょっと顔もふっくらきてたからさ、いい声になってんじゃねえかみたいな。やっぱなってなかった、なってなかった、あそれはなねえかと思って、まあで話してたのいろいろ。いやでもよほんまよ、おめえが休んで焦んなよって話したの。いつでも戻ってこれんだから焦んなって。だ俺だってそうだって分かんだろお前、うん、そうなんですけどとか言って、そうなんですけどじゃねえんだお前、本当に聞き取りづれって言って、もう本当にやめてくれるそういうのって言いながら、そこなんていうかな、その一緒の病室がね、はい、もう一瞬だけそのなんていうかな、いつもの控室のムードになった、うん、もう本当に控室になるとさ、てめえバカ野郎ってさ、俺と本間がさいつも漫才みたいに言われるの、てめえバカ野郎って、山首さんだってやったじゃん、てめえ誰に言ってんだこの野郎っていうのをいつも言ってない、三文芝居じゃないけど、リアルなボケツッコミがね、そうそうやってんだよね、でそれを第三者が見て大爆笑するの。だけどさ、その日さスタッフしかいなくてさ、誰もいねえじゃねえかバカ野郎って、そこでまたカメラマンが笑うっていうね、まあ、そのなんていうのかな、懐かしい風景が、ね、うん、なんか良かったよね、うん、本人もなんか本当に久々にリラックスできたって言ってたから、うんうん、まあだって追い込まれるじゃん気持ちがさ、俺は分かってっから、俺も大怪我してるからさ、うん、だからメンタルはもうそこまで回復してきているということで、そういうこと、あとはもうゆっくりね体の方をまた、そういうこと、作っていただいて、だファンは待ってんもの、待ってますよ、そうあいつは待っててくれっからさ、焦んじゃねえって、うん、タックリーグもね連覇されたわけですからね、連覇だよ、史上初だからね。そうなんですよ。そうなんだよ。だからね、あいつがさ、もう11月頃には戻りてって言ってんの。それは実際あいつの回復次第だか分かんないけど、うんうん、3連覇かけるって言ってんだよね、あいつは。うん、おめえ言ったな、この野郎と思ってさ。おめえ生意気に言いやがったな、この野郎と思って。だからまあ、そういうのも含めて期待して待ってようかなと、はい、うん。だったらなおさらね、そうそうそう、11月まではね、うん、はい。だからあいつが帰る場所を作ってやりたいなと思ってさ。俺がバンバンさ、あの新日本プロレスのリングの上でさ猛威を振るってりゃさ、うん、お孫さん帰りましたで、よしタイトルマッチあの取り行くぞって、それでもうすぐ発信できるじゃん、うん、だその部分までまだ置いときたい、もう戻っておきたいと思ってんだよね俺、うん、そして今年はそうですよ、アニバーサリーイヤーでしたから、そうだね20周年だね、はい、20周年20周年でいきなりあの野郎がさ怪我しやがったらさ、でもそればっかりはさあいつのだけのせいでもねえじゃんか、うん、あいつの動きフォローできなかったら俺にも責任あると思うからさ、だからそう思うとさ20周年区切りではあるけど、うん、新たに心をさ決め直したその区切りでもあるんだよね、うん、うん、ああそうだ、やっぱりね生半可な気持ち試合には望まないし、その中途半端なそのコンディションでも上がらないし、もう上がるんだったら完璧なコンディションで上がろうと思ってるから、うん、いつもだからいつもだってあれだよ、あのこのタイガーの撮影あろうがなかろうが練習も続けてるからね、はい、常に欠かさず、もちろん、はい、うん、でもそれだけはもう自分のプライドであり自分のコンディション作りだから必ずそれはもう怠けないよね、はい、うん、本当にあの素晴らしい活躍を、はい、今年も期待しておりますし、はい、6.11 大阪城ホールでね真壁選手にお会いできるのを皆さんもどうぞ楽しみにしていてください、はい、ということで今日は新日本プロレスから真壁闘技選手にお越しいただきました。 Okay, thank you. ありがとうございました。ノリで撮影に、いやいや本当本当望めた感じですか。本当に良かったよね。役作りとかって実際どんな感じだったんですか、ね、役作りっていう役作りないんだよね、はい、他の演者さんたちはさもう俺なんか足元に及ばないくらいさ
バリバリの役者さんなんだよね。うん、だから俺20年プロレスやってる。で、彼らは20年とかそれ近いぐらいなの。役者の仕事ずっとやってるじゃん。はい、じゃあ追いつくかって追いつくわけないでしょ。いや、だったら、いつも俺はね、うん、後輩たちに、おい、お前らよ、プロレスってここなんだよって。ハートですね。そう。それと同じね。うん、役者さんの仕事は俺こっちだと思うんだよね。はい。こっちがなかったら単なる三文芝居でしかないと、うん。だからここで見せることが、視聴者、画面見てる人たちに伝わるのかなと。うん、もうそれを一番最初持ってたよね。うん。だから力也っていう役はね、龍雲島っていうさ、その、チームの力持ち、うん、用心棒なんで、ね。はい。その右腕として、柳楽優弥を、さあ、龍丸をどうやって持ち上げようかな。うん。引き立てていこうかなって。それを考えたときに、あ、俺はチームリーダーじゃない。そのサブを抑えるからこそ、信頼されてるからこその右腕だから、うん、よーし、わかった。そこで男見してやろうと思って。もうそれと同時に、リュウントね、リュウマル、はい、男にしてやろうと思ったよね。もうその気持ち、リアルな本当にその気持ちで演じさせてもらったよね。うんうんうん。あの人たちはやっぱプロ中のプロなんだよね。もうね、本当に俺、まごまごしたとかあるじゃん、やっぱり。うん、さあお願いしますって言われても。そんなところでね、やっぱ先輩たちの所作を見てるんだね。そうして、あ、よし、俺はこれでいいんだっていう。だって飛び抜けたことができるわけないよね、そんなこと。だから下地も何も別ないんだからさ、うんうん、じゃあだったらこっちで見せるしかないんだよね。それパッて言ったよね。だから OK だったんだよね。いや、本当に素晴らしい。そうなのよ。さすがです。そう、これはね、よし、これだなと思ってからもう自分の中でもうイメージをもう膨らまし膨らまして、はい、この時はこうだな、この時はこうだなっていう感じでやったら、うん、まあとりあえずさ、いきなり監督に、あ、力也さんすいません、ここはねこうじゃないって言われて、あ、違いましたって予想が外れちゃったやつ、そうそう、困った、あの時は。うん、だけどいろいろ考えながらも、で、謙虚な気持ちと熱い気持ちを持って、そう、はいはい、すごいことだと思います。いやいや、とんでもない。タイガレスラー、もうタイガレスラーね、本当ね。だから俺がやっぱりさ、俺前、エンドちゃん前言ってたじゃん、俺、あの前からさ、その俺がテレビに出ることによって一般の視聴者さんがどれだけプロレスを知るか、うん、そしてそのプロレスを知った人間が、おお、真壁出るならちょっと家の近く来たから見に行こうかって、うん、足を運ばせて、で、俺のプロレス、他のやつらのプロレスを見せて、プロレスって面白いじゃねえかって、それで家にね、何かを持って帰って、はい、明日の活力にしてもらいたい。まさに今さ、その動きになりつつあるんだよね。だから最高なんだよね、俺としては。そしていい流れが、そう、ドミニオン 6.11、 そうなんだ、大阪城ホール、本間選手にパートナーにね、そう、ったらさ、あの野郎ニヤッとやって、おじいじいじいって言って、何言ってか分かんねえこの野郎って。そこ変わらずね。そう、お前そこ変わんねえんだなって話だよね。変わってるかと思ったの、本当に。ちょっと顔もふっくら来てたからさ、いい声になってんじゃねえかみたいな。やっぱなってなかった。なってなかった。それはなねえかと思って。まあ、で、話してたの、いろいろ。で、あ、でもよ、ほんまよ、おめえが休んで焦んなよって話したの。な、いつでも戻ってこれんだから焦んなって。だ、俺だってそうだって分かんだろ、お前。うん、そうなんですけど、とか言って。そうなんですけど、じゃねえんだ、お前。本当に聞き取りづれって言って。もう本当にやめてくれる、そういうのって言いながら、そこ、なんていうかな。その一緒の病室がね、はい、もう一瞬だけその、なんていうかな、いつもの控室のムードになった。うん、もう本当に控室になるとさ、てめえバカ野郎ってさ、俺と本間がさ、いつも漫才みたいに言われるの、てめえバカ野郎って、山小さんだってやったじゃん、てめえ誰に言ってんだこの野郎っていうのを、いつも言ってない、三文芝居じゃないけど、リアルなボケツッコミがね。そうそう、やってんだよね。で、それを第三者が見て大爆笑するの。だけどさ、その日さ、スタッフしかいなくてさ、誰もいねえじゃねえかバカ野郎って、そこでまたカメラマンが笑うっていうね。まあ、その、なんていうかな、懐かしい風景が、ね、うん、なんか良かったよね。うん、本人もなんか本当に久々にリラックスできたって言ってたから、うんうん、まあだって追い込まれるじゃん、気持ちがさ。俺は分かってっから、俺も大怪我してるからさ、うん、だからメンタルはもうそこまで回復してきているということで、そういうこと。あとはもうゆっくりね、体の方をまた、そういうこと、作っていただいて。だからファンは待ってんもの。待ってますよ。そう、あいつは待っててくれっからさ、焦んじゃねえって、うん、タッグリーグもね、連覇されたわけですからね。連覇だよ、史上初だからね。そうなんですよ。そうなんだよ。だからね、あいつがさ、もう11月号には戻りてって言ってんの。それは実際あいつの回復次第だか分かんないけど、うんうん、3連覇かけるって言ってんだよね、あいつは。うん、おめえ言ったな、この野郎と思ってさ。おめえ生意気に言いやがったな、この野郎と思って。だからまあ、そういうのも含めて期待して待ってようかなと。はい、うん。だったらなおさらね、そうそうそう、11月まではね、うん、はい。だからあいつが帰る場所を作ってやりたいなと思ってさ。俺がバンバンさ、新日本プロレスのリングの上でさ、猛威を振るってるやさ、うん、お、真壁さん帰りましたで、よーし、タイトルマッチ、取り行くぞって。
それでもうすぐ発信できるでしょ、うん、だその部分までまだ置いときたい、もう戻っておきたいと思ってるね俺、うん、そして今年はそうですよ、アニバーサリーイヤーでしたから。そうだね、20周年だね、はい、20周年でいきなりあの野郎がさ怪我しやがったらさ、でもそればっかりはさあいつのだけのせいでもねえじゃんか、うん、あいつの動きフォローできなかったら俺にも責任あると思うからさ、だからそう思うとさ20周年区切りではあるけど、うん、新たに心をさ決め直したその区切りでもあるんだよね、うん、ああそうだ、やっぱりね生半可な気持ち試合には望まないし、その中途半端なそのコンディションでも上がらないし、もう上がるんだったら完璧なコンディションで上がろうと思ってるから、うん、いつもだからいつもだってあれだよ、あのこのタイガーの撮影あろうがなかろうが練習も続けてるからね、はい、常に欠かさず、もちろん、はい、うん、でもそれだけはもう自分のプライドであり自分のコンディション作りだから、だから遠藤ちゃん、はい、僕ね違うんだよね、うんうんうん、違うの、俺のカテゴリー違うんだよね。違いましたっけ。俺ねタイガーヘビじゃない、タイガーレスラーね。タイガーレスラー、そう、あのねプロレスの世界ね今までなかった新境地、タイガーレスラー、タイガーレスラー、そう、俺もねどの区分か全然わかんないんだけどそれとりあえず言い切ろうかなと思って。あ、なるほどなるほどそうそうそう、今まででもなかったないでしょ感じですよね。いやー最高に嬉しいよね。これかと我々としては、真壁さんが俺にしかできないことがあるからというねコメントがありましたけれども、はい、で先週の放送で、はいはい、登場されておりました、うん、まあ盗賊団非常に個性が揃いですけど、あの出番が多くて嬉しかったね。と俺調子に乗っちゃうけどいいのって思ったよね本当にノリノリで撮影に、いやいや本当本当望めた感じですか。本当に良かったよね。役作りとかって実際どんな感じだったんですか、ね、役作りっていう役作りないんだよね。はい、他の演者さんたちはさもう俺なんか足元に及ばないくらいさバリバリの役者さんなんだよね、うん、だから俺20年プロレスやってる、で彼らは20年とかそれ近いぐらいなの、役者の仕事ずっとやってるじゃん、はい、じゃあ追いつくかって追いつくわけないでしょ。いやだったらいつも俺はね、うん、後輩たちにはおいお前らよプロレスってここなんだよって、ハートですね。そう、それと同じね、うん、役者さんの仕事は俺こっちだと思うんだよね、はい、こっちがなかったら単なる三文芝居でしかないと、うん、だからここで見せることがあの視聴者あの画面見てる人たちに伝わるのかなと、うん、もうそれを一番最初持ってたよね、うん、だからあのリキアっていう役はね龍雲島っていうさそのチームの力持ち、うん、用心棒なんで、はい、その右腕として柳楽優弥をさあ龍丸をどうやって持ち上げようかな、引き立てていこうかなって、それを考えた時にあ俺はチームリーダーじゃない、そのサブを抑えるからこそあの信頼されてるからこその右腕だから、うん、よーし分かった、そこで男見してやろうと思って、もうそれと同時に龍雲島ね龍丸、はい、男にしてやろうと思ったよね。もうその気持ち、リアルな本当にその気持ちで演じさせてもらったよね、うんうんうん、あの人たちはやっぱプロ中のプロなんだよね。もうね本当に俺まごまごしたとこあるじゃんやっぱり、うん、さあお願いしますって言われても、そんなところでねやっぱ先輩たちの所作を見てるんだね。そうしてあよし俺はこれでいいんだっていう、だって飛び抜けたことができるわけないよねそんなこと、だから下地も何もベースないんだからさ、うんうん、じゃあだったらこっちで見せるしかないんだよね。それパッて言ったよね、だから OK だったんだよね。いや本当に素晴らしい。そうなのよ、さすがです。そうこれはねよしこれだなと思ってからもう自分の中でもうイメージをもう膨らまし膨らまして、はい、この時はこうだなこの時はこうだなっていう感じでやったら、うん、まあとりあえずさいきなり監督にあリキアさんリキアさんすいませんここはねこうじゃないって言われてあ違いましたって予想が外れちゃったやつ、そうそう困ったあの時は、うん、だけどいろいろ考えながらもで謙虚な気持ちと熱い気持ちを持って、はいはい